こんにちは、ネル・ソラです。今回は、うごめく現場赤黒電人というデッキを紹介しようと思います。ヒロアーツ電人連機がですね、ナーフされ、パーツも、かなり下方修正されたことで、使う人が、ほぼいなくなった状態ですね。で、そんな電人連機のね、デッキをなんか考えようかなと思って、今回、作ってみました。で、ディフライング・ザ・ライト、このカードは、うごめく巨匠っていうカードを入れてます。で、このカードは、ユニットの HP をプラスにして、味方ヒーローにシールドを付与するっていうね、メモリもついてるんですけど、味方ヒーローにシールド付与っていう赤だとかなり珍しいカードかなと思います。で、これとね、相性がいいカードは何かと、いろいろ考えてたんですけど、電人だったら現場写真じゃないかと、ついにね、現場写真の時代が来たかとそんな強くないんですけど、このデッキ勝率6割7割ぐらい、チャンピオンズランクまで上がったんで、そんな弱くはないんですけど、で、現場写真っていうのはそのユニットにないワックス分のダメージ最大4で、電人連機で5まで上がるということで、これ両方のヒーローにダメージが飛ぶんですね。それをこのうごめく巨匠のシールドで防ごうっていう、そうすると一方的に5点ダメージとか4点ダメージを与えられるんじゃないかという感じですね。ハマるときはハマるんですけど、具体的にはその現場写真を打って相手がなんかアクティブレスポンスで打ってきたときに、うごめく巨匠を使ってあげるとシールドついて、その後に現場写真解決になるんで、自分はダメージ受けず相手だけにダメージ与えられるっていう感じですね。はい。で、あとね、一応よりダメージ上げるために、レオン S ケネディを入れてますね。個人的にあとこのデッキだと、アクランダ。こいつがね、やっぱね、キーかなと、電人だと。で、攻撃時にヒーローに1ダメージ与えるっていうのと、あとこいつ攻撃1なんで、通常は2なんですけど、電人連機でダメージが上がるし、さらに、このハニーを使って攻撃ダメージをプラスしてあげれば、相手のユニットがいなければ4点ダメージ通ってくるんで、結構優秀かなと思ってますね。で、ハニーの効果で、このハニー、属性の限定がないんで、色限定がないんで、クローとか、こういう飛行のクリーチャー、フライングボムとかも攻撃力上がるんで、これでペチペチ殴りながら、現場写真で HP 削りながらっていう感じのデッキです。では、この後ね、リプレイの方、ランクマの動画をいくつか流したいと思います。爆発的なね、強さではないんですけど、電人は赤黒なのかなっていう気はしてますね。はい。っていう感じで、リプレイの方、どうぞ。
からだった。本気を出せ。そんなにしてただで帰れると思って。行くぞ。お強気に気持ちいいです。その先に答えがあると信じて。